ナンバーアンダーラインアイマップス予約不可の衝撃事実が明らかに驚きの再造犯計画とは18年の歴史に巻くマップスジャパンの総刊号が明かす驚愕の真実5月2日おはようございます昨日は残念なニュースがありましたがナンバーアンダーラインアイのファンの皆さんからの温かいコメントによって久しぶりによく眠れました たくさんの優しい言葉をいただいたおかげで今日はさらに誰かに優しくできそうですそんな皆さんが喜ぶものを実は今日用意しています午後以降の更新をお楽しみにくださいねマップスジャパンがいよいよ明日発売です韓国のマップス編集部チームにとっても18年間築いてきた歴史がありますそしてこの創刊号は かなり思いのこもった特別なものになることでしょう。手に取った方は、ぜひ、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインマップスや、ハッシュタグマップスジャパンをつけて、雑誌の感想を教えてくださいね。そして、予約ができなかった方々や、クレジットカードを持てない未成年の方々からも、再造版についての問い合わせが相次いでいます。そのため、 再造班については絶賛検討中です。記念の号となるので少しでも多くの方々の手に渡るように調整をしていますのでもう少しお待ちくださいね。皆さんからいただいたコメントに本当に感謝しています。そしてその温かい言葉をもらったら誰かに優しくできるというのはとっても素敵なことですね。午後の更新を楽しみにしています。 また、再造版についても、とっても嬉しいです。明日が発売日ですね。手元に届くのは、いつになるのかな楽しみです。お知らせをありがとうございます。楽しみがどんどん増えて、嬉しいです。ワクワクしながら、午後のお知らせを待っています。こんな素敵な言葉を言う皆さんが作っている雑誌は、良いものに違いありません。 改めて、18年の歴史と日本版の創刊をおめでとうございます。そして、その雑誌の記念すべき号の表紙に、ナンバーアンダーラインアイを選んでくれて、本当にありがとう。楽しみですね。マップスジャパンの創刊号に少しでも携われることができて、嬉しいです。ありがとうございます。わあ、なんだろう楽しみに待っています。 ありがとうございます。いつも、すごく丁寧に私たちに寄り添ってくださって、本当にありがとうございます。すごく楽しみです。また、絶賛検討中とのこと。期待しています。なんだろう、楽しみですね。午後以降の更新を楽しみにしています。再造版のご検討、ありがとうございます。 午後の更新を楽しみに待っています。また、お忙しい中、いろいろ検討してくださり、ありがとうございます。たくさんの方に届きますように。いつも丁寧なお知らせ、ありがとうございます。大切な相関号の表紙に、ナンバーアンダーライン愛を選んでくださったことを、本当に嬉しく思っています。午後のお知らせを楽しみにしています。 特別な相関号にナンバーアンダーライン愛を起用してくださったことが嬉しいです。想定の5倍にご対応するのはかなり大変だったかと思います。再造班のご検討もありがとうございます。さらに喜ぶお知らせは何でしょうね楽しみです。ありがたいお知らせですね。こんなに優しい言葉をたくさんいただいたら、 きっと今日も誰かに優しくなれます。とっても素敵な言葉ですね。午後の更新を楽しみにしています。そして、再造版について絶賛検討中、とっても嬉しいです。明日発売なんですね。手元に届くのはいつになるかな。楽しみですね。楽しみがどんどん増えて嬉しいです。ワクワクしながら午後のお知らせ待ってます。 優しい言葉をもらったら、誰かに優しくなれる。こんな素敵な言葉を言う方々が作ってる雑誌、良いものに決まってるな。改めて18年の歴史そして、日本版の創刊おめでとうございます。その雑誌の記念すべき号の表紙に、ナンバーアンダーライン愛を選んでくれてありがとう。楽しみですね。マップスジャパン創刊号に少しでも携わることができて嬉しいです。 ありがとうございます。はあ、なんだろう。楽しみに待ってます。ありがとうございます。いつもすごく丁寧に私たちに寄り添っていただき、ありがとうございます。すっごい楽しみです。また絶賛検討中とのこと。期待してます。すっごい期待してます。なんだろう、楽しみです。 特別な創刊号に興奮している人々の声が溢れています。みんな、その雑誌の表紙にナンバーアンダーライン愛が選ばれたことについて感謝の意を表しています。喜びや期待が伝わってきますね。でも、その裏には、再造版の検討があることも伝えられています。これは何を意味するのでしょうか特別な号に登場することが決まって、 ナンバーアンダーライン愛のファンは大喜びです。18年の歴史を誇る雑誌の表紙を飾るということは、彼らにとって非常に特別な瞬間です。しかし、この期待が再造版という形で裏付けられることは、一体何を意味するのでしょうか再造版の検討とは、一度完売した商品を再度販売することを検討しているということです。これは、 初めてその雑誌を手に入れるチャンスを逃した人々にとっては素晴らしいニュースです。しかし、再造版がなぜ必要なのでしょうか一度の販売で需要が予想以上に高かったためでしょうかそれとも意図的な戦略でしょうかさらに考えてみると、再造版の背後にはどのような戦略があるのでしょうか一つの可能性は、需要を見誤ったことにあります。 もしそうならば、再造班は企業にとって予期せぬ好機となるでしょう。しかし、もう一つの可能性は、需要を意図的に制御しているということです。これは、ま、ケティング戦略の一部として考えられます。人々の興味や需要を高めるために、商品を一時的に限定的に提供することで、希少性や特別感を演出することができます。 そして、再造版という形で商品を再び提供することで、需要を再び刺激し、売り上げを伸ばすことができるのです。このようなマーケティング戦略は、消費者の心理に訴える効果があります。限定品や特別なイベントに参加できることに対する興奮や満足感は、人々の購買意欲を高める要因となります。そして、 再造版という形で商品を再び提供することで、この興奮や満足感を再び呼び起こし、消費者の関心を引き続き維持することができるのです。しかし、一方で、このようなマーケティング戦略は、消費者の信頼を損なう可能性もあります。一度完売した商品が再び販売されることで、限定性や特別感が失われ、 消費者が製品やブランドに対する価値を見失う可能性があります。そのため、企業は慎重にこのような戦略を検討し、消費者の信頼を損なわないようにする必要があります。以上の考察から、再造版というマーケティング戦略は、一見すると消費者の需要に応える良い手段に思えますが、その背後には様々な戦略や考えがあることがわかります。 企業が消費者との信頼関係を築きながら、需要を適切にコントロールすることが重要であると言えるでしょう。では、あなたは再造犯という戦略についてどう考えますかそれは企業にとって利益をもたらすだけでなく、消費者にとっても良いものでしょうか考えてみると興味深いですね。